型で場に慣れてきて、自分が落ち着いてきてのんびりしてくると、はい、考えよくなってくる。あのどっちかというとね、ちょっとのんびりした芸術家肌の人に多いそうです。あ、なんか喜んでますよ。実はあのビギナーズラック型の人っていうのは、はい、俺がさーって前出るような人に多いんです。あ、なるほど、はい、俺がいればうまくいくんだみたいなタイプの人に多いそうです、はい、じゃあね、もう1回やってみる。もう1回、あと2回ですね。あと2回、はい、でこれで成績が上がっていくのか安定するかを見ます。わかりました。じゃあ皆さん、自分のやり方で消去法ゲームやってみてください。これちなみに皆さん、素質を測るゲームですか？そうなんです、はい、もうあの素質ですから、これでうまくいくいかないはあまりこだわらなくていいと思います、はい、さあ皆さん、おのおの目つむってる方もいらっしゃいますし、シロさんは結構ね、真剣になんか覆うようにやってますね。サッコさんはもう手をかささない、ね。はい、ゆかさん、ほんま何も考えてなさそうなんですね。じゃ本当にキャラクター出ますね。チロさんを両手で覆ったりしてますけど、はい、さあいかがでしょうか。芸術家肌の4人、お、今回ちょっと時間かけますね。皆さん、サッコさんも終わってる感じですか？はい、じゃあサッコさんからいきましょうか。逆に、はい、はい、じゃあサッコさん、書いてないの、書いてないの、はい、おー、おめでとう、正解。2つ目いきましょう。はい、はい、おー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 、参加先生、サッコさんはこれ順番に的に1回目が×で、2回目が×で、順番にって最終的に成功したっていう。そうですね、はい、成長というか、ね、成長型ですね、はい、ですね、はい、さすが新婚。じゃあゆかさんいきましょうか。はい、はい、じゃあ先ほど、おっ、これなんかほんま行きそうな気しますね。はい、二、はい、つ目。あ、書いてある。あー、惜しかったですね。残念。こっから見える。そうなんだ、私も自分で分かった。はい、じゃあ岸野さん行きましょうか。はい、はい、おー、惜しかったですね。あー、惜しい。あー、残念。2個目、はい、2回目でこれまた、うん、さあ海さん、今のところ記録作ってますから、2回とも1回目で×という。何回目で×の？そうですね、そうやったら逆にそうですね。いきましょう。あ、まだやってるんですね、うん、何も全部同じ感じに。あ、これどういうことですかね、これは。そしたらね、今度はですね、もう迷った時はこの中には何一つもう書いてあるものがないんだと思ってください。それでもう取っちゃってください。そう思った瞬間に感じたやつを取っちゃってください。あると、どれかがあると思うからプレッシャーかかるんで、もう何もないと思っちゃったから全否定しちゃいます。あ、はい、じゃあこれは書いてない。はい、じゃあ言ってください。うわ、はい、初の、はい、はい、何にもない、もう何にもない、ない、何にもないと思って、何もない、はい、よっしゃ。あ、皆さん、この結果いかがですか？残り一つ開けてみてください。はい、はい、あ、今の典型なんですけど、やっぱりこういうちょっとした実は超能力のコツってのがあるんですよ。はい、はい、どういう、要するに今はプレッシャーがかかるとやっぱり最初に引いちゃうタイプなんですね。あ、だからまずどうプレッシャーを取るかを考えたわけですけど、はいはいはい、全否定をしたら聞いた。でも確かにそうですね、秋山先生がもう楽にしても、そうです、で全否定がいいんですね。もうないです。もう私は今競い合ってないと思っちゃって、はいはいはい、自分の作業に集中した方がうまくいく人なんですね。やっぱこの映画の宣伝せなあかんとかいろいろ邪念があったんでしょうね。そうそう、まあとにかく、ね、はい、プレッシャーが重かったっていうことはあったんでしょうね。でもこれはもう、でも、はい、場に慣れてくると、要するにプレッシャーを外すとこれだけピシッと決まるっていう。そうですよね、はい、有吉さん、この後ろにこれ結果出たんですけども、そうですね、でも皆さん全体的にやっぱ成績が徐々に良くなっていくエンドラック型なんですね。はいはいはい、だからこれは開発の違いがあります。あ、こっから始まるわけですから、楽しいなという。楽しい、はい、全部バツ。さあということでございますが、もう早速ね、その第1部でやるというカードゲームの方いきましょう。そうですね、はい、カードゲームやりましょう。はい、
それではですね、はい、まずねそのカードを開けていただいて、うん、全部のカードをざーっと見てください、はい、柄を。で自分が一番好きな柄をターゲットカードということにします。それをずっと目標のカードにしたいですね。ターゲットカードまず一つ選んでください。これだって言って、はい、そしたら、他に4枚別のカード何でもいいです。好きなカードを選んで全部で5枚を選出すると。はい、そしたらですねまた隣の方と協力していただいて、はい、そのカードを隣の方に切ってもらっちゃってください。で適当にバラバラに机の上に伏せて並べてもらい合うということをしましょう。わかりました。じゃあ皆さん交互に、ちょっと交換してください。はい、はい、それを切って、はい、ゆかさん切り方ちょっとおかしいですね、はい、で相手のところ、はい、そうですね、相手のところに並べてもらいましょうね。相手の目の前に並べ直すと、はい、はい、相手のターゲットカード入ってますね、はい、はい、それで先ほどと同じです。消去法で1枚ずつ開けます、はい、自信のある方は2枚一遍とかでも構いません。 あえてさっきうまくいかなかったなと感じる人は、はい、あえて勝負に出てみてください。2枚一遍に引く、最初にそれで一旦乗り越えると強くなります、はい、これもコツね、はい、やってみましょう。はい、お願いします。そのターゲットカード以外をこれないなという、これ実はこう掛け事とかギャンブルのコツでもあるんですね。あ、そうなんですか。ちょっと負けたなっていう時は、はい、その負けたなって不安があるうちに、まだゆとりのあるうちにドーンと大きく張って、はい、不安があるうちに勝ちを取り戻すっていうやり方がある、まあ、一番どんどんどつぼにはまりそうな展開な。なるほど、逆にそういうのに普通は思っちゃうわ、はい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 、そこを乗り越えると流れが変わる。なるほど、皆さんこれ思い切っていきましょう。自分がまず選んだターゲットカード以外これ違うなっていうのをパパッと今選ぶといいらしいですよ。どうでしょう。お、早い、サッコさん早い。でももう出ちゃいました。はい、2枚目に当たった。当たった、最後出た。あ、いいですね。お、違う。あ、ほら、いけた、大丈夫ですね。海さんいけてますね。だいぶ良くなってきました。どう、どう、お、いけた、最後2枚。あ、出た。あ、惜しい。チロさんはラスト3枚ぐらいですか。3枚目ですね。海さんどうですか。今なんすか、一回触ってから決めてから変えるという。で何回かやってみて、はい、何回かやるんですね、はい、正解ですか。正解ね。うわすごい。そしたらね、ラストワン2回できたら卒業です、とりあえず。